穏やかな海をキャンバスに、帯状の幾何学模様を描くのは海苔の養殖棚。需要あふれる海藻に魅せられて、ここには多様な魚が集まってくる。もちろん魚の王様も、釣り味抜群、食味は言うまでもない。この気高きマダイをサビキ釣りで狙い撃つのは、明石の遊漁船魚屋の船長、魚谷直樹さん。平木貝漁を営む漁師というもう一つの顔を持つ陽気な海の男だ。サービス精神旺盛な船頭として、お客さんへの気配りは欠かさない。当たりませんか。25メーター、そこから3、4メーター。海峡の潮流と海苔棚が育むまばゆきマダイ。釣り師の情熱を支えるのは、明石の海を知り尽くす漁師一家の熱き絆だ。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。いにしえから海上交通の要衝として栄え、淡路島へ向かう海の玄関口だった明石港。21世紀、その役割は世界最長の吊り橋、明石海峡大橋が担っている。明石といえば海の幸。地元の商店街魚谷棚へ。庶民の台所はアミューズメントパークのごときにぎわいだ。大漁旗のもと、威勢のいい掛け声が響いている。いらっしゃい、はい、どうですか。魚屋には水揚げされたばかりの鮮魚が並ぶ。近海の豊穣は半端じゃない。タコは日本一の漁獲量を誇る特産品、明石のブランドだ。マダイの存在感も負けず劣らず。一匹3000円超えだが、それだけの価値はある。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。柔らかにどうですか。真っ赤に茹で上がったタコが胃袋を刺激する。食い道楽にはたまらない。源氏物語の舞台となった明石の泊まり。由緒ある港は今、漁業基地としてその名を馳せている。淡路島を望むこの港が魚屋の拠点。明石浦漁協に所属する漁師として、釣り人の夢先案内人として、3艘の船が魚谷家を支えている。小春日和にまったり猫ちゃん、明日も晴れるといいですにゃ。東の空がうっすらと赤みを帯び始めた早朝午前5時半。魚屋の待合所に釣り客が集まってきた。それ以外に欲しかったら君の運転。受付を済ませたお客さんに新式のサビキ仕掛け。これはこの日だけの特別な計らい。お会計は、光源氏も目を回すキャッシュレス。バーコードにスマホをかざし、OK を押せば支払い完了だ。これでいいの？うん、で支払う。はい。お、ようできてるな。ありがとう。あの仕掛けのない人も、
受付の方で言っていただいたら、あの重りもサビキも販売しておりますんで、言ってもらったらいいかと思います。今日お客さんの入りはどうですか？シーズンじゃないんで、まあ、今日は少ない方ですかね。けどまあ今日は常連さんが集まってくれてますね。お客さんが揃ったところで、さあ行こう。直樹さん、今日は鶴川だ。鍛冶を握るのは兄の義信さん。午前6時半、朝焼けに染まる明石海峡に漕ぎ入れる。船長の後ろに控えるのは父英二さん。漁師一家を束ねる大谷家の長田。釣り場は明石海峡大橋の先、淡路島の沖合になる。舵取りを兄に任せ、直樹さんはお気楽モード。みな魚江の常連さん、気心知れた仲だ。釣り人の思いを乗せて海面を切り裂き進む。遊魚の旗揚げは直樹さん。これぐらいはやらないとね。船長の合図を受けて仕掛けを投入。お客さんたちが釣り始めたのを見届けて、直樹さんも仕掛けの準備に入る。これはですね、まあ通常のマタイサビキよりもかなり短くて、すごく使いやすい仕掛けになってるんです。だから割と初心者の人とかでも使いやすいような感じで、この仕掛けは5本針 ですごく短いんですけども、で何よりこれ他のマダイサビキと違って台紙から取り出しやすいので、すごく便利です。サビキ仕掛けを着底させて、指示された棚までゆっくりと引き上げる。基本は向こう合わせ。当たりがあっても焦らずにじっくりと食い込ませる必要がある。渡辺君当たりある？伊藤君3回やった。これが今ここのタイのメインのベイトになります。ノリです。この周りにこうノリの養殖の施設があって、でそのノリをついばみにタイがこの時期集まってきて、で光の当たり方とかその厚さで緑に見えたり、ちょっと赤みがかって見えたり、するんで、割とそのサビキの仕掛けもまあ、オレンジだったりとか、緑だったりとか、まあ、その時々によってその当たりカラーが変わってきます。この時期のマダイは海藻を好む。なので海苔の養殖棚の周りが格好の釣り場となるわけだ。明石海峡にマダイを狙う。短いサビキ仕掛けを使った釣りが始まった。この仕掛けのさらにいいところは、大体まあ4メーター前後ぐらいの仕掛けなので、タイサビキ用のまあ竿を持っていなくても、まあ、こういう平場用のロッドとか持ってれば、それで全然代用できる釣りなので、そういう餌釣りとか船釣りをする
人じゃなくてもルアーマンの人なんかでも割と楽しみやすい仕掛けになってます。最初のポイントはマダイの大好物海苔の養殖棚周辺。どういうのかな、冬場になってくると南の方に越冬するタイが多かったのが、まあ、水温が上がってきているというのもあって、あの下らずにいるタイが増えてきているので、割とあの最近では年がら年中明石でタイが釣れるようにはなってきてます。反応が薄いので釣り場を移動。坊ちゃん観音さんや。釣り客の命運を握るのは兄吉信さん。ファーストヒットをものにしたのは右舷のお客さん。海中にきらめく魚体、マダイだ。一番上、前や。多分一番上やったし、一番上です。一番上。やりましたね。はい。黄色のサビキに振ってましたね、マダイが。ちょっと次上げたら仕掛け変えてみます。ようやく一枚出たが、渋い状況に変わりはない。やっぱりある程度水温の影響はあるとは思うけども、まあそのもうちょっとこう潮が変わってきたら降ってくれるかなとは思いますけども。うん、また黄色ですね。黄色でしたね。一番上の黄色でしたね。また黄色ですね。やっぱ黄色がいいんでしょうね。黄色がいいんやけど、黄色当たっとうやけど、当たっとうけど、黄色多いけど当たれへんな、うん、まあその色も大事やし、巻く速さもあるやろうし、あとはタイに対する思い、思いも大事やし。マダイへの熱い思いがまだ足りないか。釣れないです。当たりはありますけども続いていかないですね。開けます。当たりはあります。ないんですよ。番手を変えてその巻き数を変えたりして巻き速度を変えてみます。めちゃくちゃそのゆっくり巻いた方がいい時もあったら、ある程度その杭が立ってたらちょっと早めの方が良かったりもするし、ただまあ今日みたいにそのまあ一人の人にまあポンポンと2つ食ってくれたけども、後の人の感じを見てたらそこまで杭が立ってないからどっちかっていうとすごくゆっくりめに巻いた方がいいのかなという気もするけれども、どうなんかな。この日の3枚目は大どものお客さん。はい、小さいですがやりましたね。なんとか。厳しいですね。でやっぱり黄色がいいのはいいみたいですね。あ、来ましたよ。ちっちゃいけど来ましたよ。直樹さんに待ちに待ったマダイ。はい、そうですね、まあ潮の加減もあると思いますけども、まあもうちょっといい潮になったらもうちょっと当たってくれるのかなとは思いますよ。それでも1人で3匹、大したもんです。やりました。上さんよくいらっしゃる。そうですね、ジギングではよく来させていただいてます。ヒットが続く。戦場が活気づいてきた。もし
あった、荒川さん、サイズアップ。美味しいからというよりもその小さいあたりをね、取るのがすごい面白い。緑ですね。あたりはよくあるんですけども、なかなか食い込みにいただいて、ちょっとかなり細めの巻きで釣れました。試行錯誤を繰り返し釣果につなげる、皆さん腕っこき。竿頭確定の4枚目。まあ、同じように上の方で、はいかなって思ったらちょっと引きが違かったんで、なかなかいい方の馬面です。はい、東さんの3枚目で全員みんなタイは釣ってくれたのは釣ってくれたけど、今日は思ったように数が上がらず、タイも小さく、残念な一日でした。午後2時、凱旋とは言い難いが、無事港へ。今、釣果です。釣果を記録しデータ化、次に役立てる。これはね、もう魚締めたやつをちょっと血抜きしてるところになります。明石の鯛はこう青いラインが強いのが明石の鯛の特徴になります。釣った魚は美味しい状態で持ち帰ってもらう。枚数撮って写真撮るか。じゃそんなせこいで使っていいんですか。そうしよう。はい、はい、行きます。心を込めて釣り人に寄り添う魚へのおもてなし。最後はコーヒーを飲みながら一日の釣りを顧みる。せめてもうちょっとね、大きかったらねよかったけど、あまりにも可愛すぎて、なんかまあそれでもタイには違いないやから。仕事を終え、魚谷一家はウォンタナ商店街を南に一本下った居酒屋へ。行きつけの一軒だ。新鮮な海の幸が売りのお店に獲物を持ち込んだ。魚へ恒例の宴が始まった。直樹さんが釣ったウマヅラハギ、肝は入っているか。はい、おむとせです。どうぞ。まずは魚へ常連の東さんが味見。脂が乗っててすごい美味しいです。なかなか美味しい。さっき取るわ、美味しいわ。魚谷家の女性陣もテイスティング。美味しいです。母の胸ですやすやと眠っているのは英二さんのひ孫ゆいとくん。おいしい。もうちょっと待ったら金魚炊いてもらえるんじゃろう。もうちょまだ無理やで。まだ無理。もう10年は頑張ろうもとんねんけど。何をおっしゃる。10年と言わず4代目の独り立ちまで海に出てください。瀬戸内海、明石海峡のマダイ釣行2日目。今日はお客さんが多く二層体制。直樹さんも舵を握る。昨日より1日ずれる分朝の潮が残ってくれるから、その朝の潮をちょっとやりたいなと思ってるから、なんとか朝あの鳥の中で釣れてほしいんやけどね。まずは乗り棚を攻める。期
待に応えてくれよ。はい、そしたらやってみて。24メーター、とりあえずそこから10メーターぐらいな。そこから10メーターぐらいね。そこ引っかからんようにお気をつけてな。直規艇は腕に覚えのベテラン揃い。問題は火星だ。なんか一匹かけるまで難しいですね。あることはあるけど、思ったよりは悪いかな。そこから10メーター。開始から1時間、ようやくマダイがサビキについた。はいよ、はいよーし、はいはいはい、予想以上に手間取った。この状況を鑑みると、乗り棚周辺は見切り時か。昨日やってた観音さんの前へ移動しようと思います。まだちょっと向こうも早いかもしれへんねんけども、まあ、もうこっち移りが消えてきたし、潮も変わってきてるし、そろそろあっちの方へ行こうと思います。連れてほしいのにな。はい、やってみて。23メーター、24メーター。観音様が見守るポイント、釣れますようにと心の中で棚心を合わせる。慶喜艇も合流、兄弟船でマダイに挑む。竿を出して間もなく、乗り棚で1枚出した石井さんにまた来た。友達の時間が長かったっしょ。ああ、長かったですね。やっと来ました。ここから8メーターぐらい。石井さん、2枚目や。早速お兄さんに報告、情報を共有し、釣果に結びつける。いやいや、今1枚やで。すぐに次、早めの移動は吉と出たようだ。かわいい、かわいい。なんとか坊主は逃れました。はい、ありがとうございます。肩も上がってきた。今日はいけそうだ。横を差し込む冬の海にサビキ釣りを堪能する。ちょっと大きくなりました。嬉しい。色はでも違いますね、かかってる針。さっきもオレンジでしたっけ。いや、さっきは黄色でしたね。でもやっぱ厳しいですね。当たりが小さいんで、この当たりをどれだけ的確にヒットさせるかが問題やと思います。直樹船長も一安心。兄貴の船は釣れているだろうか。あなたは船です。26メーター。当たり始めましたね。当たり始めたけど、これが続いてくれるんかどうか。続いてくれたらいいんやけどね。とりあえず今ね、2人連れてくれたけども、願いは通じ、マダイラッシュに沸き立つ。まあ、こういうのが、これ以上のやつがもっと釣れてくれたらいいですけどもね。これで最後にするわな。これ流して、しまいにするよ。
観音様の微笑みに穏やかな海での釣りを終える。爆釣劇とはいかなかったが、お客さんの笑顔があればそれでいい。楽しみました。ギリギリ目標の5匹達成。一応3匹釣れましたね。よかったです。漁師一家の絆をつなぐのはマバイヒマダイの気品に他ならない。